起きたら、今年もなんか暑くなりそうで嫌だね。あ、ジョークを一つ言う。私は競輪競馬っていうのはやったことないんですけどね、競馬なんかのジョークはたくさんあってね、この馬絶対買え、お前この馬絶対買え、この馬が勝つから買えって言ったから買った、ドル勝ったじゃねえか、勝ったろ、勝ったったってたったあの馬が1頭分ぐらいのしか差がなかったよ、あのね、面白くねえか。5月5日に5人目の子供が生まれて競馬場行ったね、イスコっていう名前の馬があったから、これだって買ったらね、5着に入ったって話があるんだけどね、面白いってやね、野末陳平に面白いって言われて、俺ももう落ち目落ち目の1時間そうだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。分かんない、分かったから面白くないっていうのたくさんありますよ。再選までは、時間もあるわけで、ありまして、私としては、まずは、官房長官としての職責を果たしていくことのみに、専念をしていきたいというふうに思っています。今月初め、安倍晋三官房長官を除くポスト小泉候補3人が相次ぎ外国を訪問。麻生太郎外務大臣は先月30日から今月7日までアメリカ、ベルギー、リトアニアを歴訪。谷垣貞一財務大臣は今月3日から6日までアジア開発銀行総会出席のためインドを訪問。福田康夫元官房長官は今月1日から7日まで中東諸国を外遊し、10日からはワシントンを訪問するなど、各候補とも自民党総裁選に向け存在感をアピールしています。村上義明氏率いる村上ファンドが筆頭株主となっている阪神電気鉄道の株式を買い増していたことが明らかに。4月29日時点の保有比率は発行済み株式の 46.65% に上昇。また村上ファンドは阪急ホールディングスとの経営統合を検討している阪神電鉄に対し、統合後の将来像などを具体的な数値を使って株主に説明するよう要請しています。以上、今週の主なニューストピックスでした。いや、連休といえばね、国会議員はみんな外遊、実は遊びだったんだよな昔は。今回はもうアピールのために総裁選出るぞという、日本の、国民のアピールするために外国に行ってくる、そういうことだ。外国行ったって特別の用はないんだよ。ないけども誰かに会う、ね、特にアメリカ行ってね、偉い人に会う、アピールするという、これが国内に向けていろいろなね波紋を呼ぶという、そういう今の。いや、俺が総理大臣になったら、こういうことをするっていうのはないのね。ないない、だから本当はそれ言わなきゃいけないんだけど、まだ出ると正式に表明してないから、そこまで言わない。なんでしないの？いや、これはギリギリ分かってじゃない、政治家ってのはギリギリまで最後まで様子を見ながら挙手を決める。その間に裏工作下工作みんなやる。自分がそうだった、自分はそうって、その割に出世しなかったってことは何、この例えばそれじゃあ降りてくれればこのぐらいみたいな、そうじゃない、そうじゃない、そうじゃなくて、自分のところでどれだけの同志が集まるかというね、票を、ね、読むんですよ、それはものすごい大事なんですよ。セブミ行為って言うんですけどね、選挙で。昔はそれに金が乱れ飛んだんだけどね。ああ、乱れ飛んだよ。一本二本、日華サントリーじゃない。二箇所から取るのが日華です。三箇所から取るのがサントリー。めちゃくちゃに取るのはオールドパーとか。いやいや、あったんですよ。本当にそれはもう20年以上前ですね。今はもう全然ないです。今ないです。ないの？お金は動かないです。いや、何のために国会議員になったか分かんないじゃないですか。ね、権力欲、名誉欲、ね、金銭欲、ね、この3つの欲が政治家を動かすんだ。だけど今は金銭欲の方は危なくて、ね、またそんなにそういう時代でもない。そんな権力欲、名誉欲ですよ、それだになってんだよみんな。だけど名誉だと思ってんのかじゃん。いや、思ってますよ。あんな、なんだ、なんとか大蔵だから、なんか、なんかキャバクラ、軽蔑するわけじゃない、キャバクラ尊敬してますけどね、俺にできないんだ。当たり前だよな。で、キャバクラとかね、千葉の保線でな、ね、それからまあ、今な、太蔵さん、チルト、ああいうのがなっちゃうと、うんうん、ね、下手すらあの
なんかカントリーだって下手すらもうすぐになっちゃうから、上が死にゃね。プロレスラーのな、ね、カントリー忍ぶな。なこと言えない、落語で、お前だって落語家でやってたじゃないかって一言もないからね。そう、同じようなもんだよ。同じようなもんだけども、ね、今回ね、そんなところに、うん、名誉欲があるのかね。いや、永田町ではやっぱり権力というものがバックにつくから、うんうん、やっぱ権力と名誉と裏表だ。権力は永田町より俺テレビのあると思うな、うん、いやテレビの権力はね、テレビという媒体がマンモスみたいな、わけのわかんない媒体が何かやるのは分かるけど、出てるやつには権力ないですから。ただ言って自分の影響でね、なんだ田原総一郎みたいな世の中動いてるのに錯覚してる、もう久米宏もみんな錯覚、うん、何にも関係ない。やっぱ政治は具体的な権力ね。そうです、つまり犯行をして押せるとか押せない、そういうことも。いや、それとやっぱりさ、ポストをさ誰、うん、大臣にするなんだ、それは権力ですよ。総理になりたかったですか？なりたくない。僕はなりたいと思うわけない。どうしてあの人たちになりたい？大臣もなりたくない。本当にあんな忙しいのはまっぴらごめんだって。いや、はっきり言えば一生懸命やったらやるすごい。悪く言われてね、なりはしないけど、仮にもしね、まあいいふだ、もしね、とにかくの話が来たら逃げ出すよな。逃げ出すというか、まあ、断るわけいかないけども、うん、やっぱマスコミからはいろいろやってもはっきり言って嫌ですよ。議員のね、うん、パーティーなんかにね、うん、時々無理やりに呼ばれるじゃないですか、うん、その時に、うん、何だしなきゃ周りがね、うん、なんとか先生は未来の日本の首相、うんうんうん、ぜひお願いします。いや、褒め言葉でね、みんなに褒め言葉。セレモニーですから。あ、セレモニーなの？パーティーに本当に思ってるわけじゃないの？当たり前ですよ。自分は総理になるつもりでいても、うん、この人に対してはって誰も本気では思ってませんよ。政治家みんなそうですよ。だって俺なんかね、うん、まあ分かるかもしれないけどね、うん、で、まあ、パーティーがあってね、うん、周りがよいしょしてね、うん、親子2代の総理を目指してなって言ってんだよ、うん、言ってますよ。俺の隣にね、その女房がいて、うん、何さんなるわけないじゃないですかねえ、男子さんならないやつそう、そんなもんね。そうだからね、それはみんなね、いいんですけども、うん、今回の総裁選挙はね、安倍、晋三さんが一番人気があるよな、うん、でも世論が決めるわけじゃないから、うん、世論は関係ない。世論はね、影響あるんですよ。大議員が選挙しますから。つまり小泉さんはそれでなったんでしょ？いや、だから世論の後押しがあって、それでもって政治家たちがですね、そっち動くとか、それはあるんですよ。だけど世論が決めるわけじゃない。大議員も入るの総裁選？今度党員、党友、前はなかったら、前は国会で決めるだけだろ。昔は、うん、小泉さんの時に入ったでしょ。小泉さん党員党友、それ、うん、その時は総取り選挙って言って、うん、ね、大議員の票はね、一人一票ずつ数えなかったんですよ。ちょっと複雑ですけど、うん、今回は一票ずつ数えますから、うん、国会議員自民党と、党員党友で700ぐらいあるんじゃないかな、うん、そこはやっぱり世論の影響もあるんですよ、うん、あるけどね。けど総理大臣なんか誰がなったって同じようなもんで、そんなに変化ないでしょ。いや、でもやっぱり小泉さんかなりね小泉さんは風穴開けた部分がありますから。安倍さんはなんか小泉さんの後弱そうな感じがして、もうちょっとここ傷を作るとかね、うん、ちょっとマグロと本当に入れ墨が見えるとか、うん、なんとかこうすごそうにしてもらいたいねそんなすごいの最初出てきた時に比べると、はい、今のあの映像なんか見てると、安倍さんだいぶ疲れてきてな。安倍さん、いや疲れたって、みんないつも疲れて。いや、そんなことないよ。いつも疲れてる。浅ましくなったって。そんなことない。浅ましい。総理になるとね、やっぱり椅子あるいは総理のね、ポジションがね、その人をね強くしますから。そんな話に顔になるってこと。権力になるんです。あ、そうなの、うん、しかも権力ね、総理の権力すごいですから。福田さんの顔なんて最初から総理みたいな顔してるんですか。いや、あの人は親父もそうだったしね、で年も年だから。どっちかっていうとね、うん、中国の鄧小平みたいにね、あれすごかったね。小さかったけど、なんか不気味でしょ。あれはすごい。でもそういう方がね、外国になんかこう行くのにね、うんうん、威圧するみたいなのは。だけどね、鄧小平さんもね、何度も失脚して追放され、その繰り返しの中で這い上がってるからすごいんだよ、ね。話が違うけど、先生、核持っちゃいけないの日本は。核持っちゃいけませんよ。当たり前じゃん。非核三原則を貫くという方針で来て、今更。あれは別に憲法に書いてあるわけでも何でもないじゃないですか。憲法書いてあるけど、国会決議で、国会決議で非核三原則なんですよ、日本は。あ、決議したの。そうなんです。核って言わなきゃいけない。飛車とかさ、王とか丸とかね。ダメだよ、そんなもんじゃ。でもってね、そうこれ、まあ、核にしよう。我々はこれ丸と言いますから、ね、そうそうそう、三角と言ってるんですって。 それでいいじゃない。落語でやります。だけど、落語じゃなくて、本当国会決議っていうのは、もう一回持っていいって決議すれば終わりじゃない。でもその決議はできませんから。どうして？いや、そりゃできないよ。せっかく違うものを作ったって言えばいいじゃないの。三角作ってるんですって。ダメだ。え？
君たちね、総裁選挙の話しようと思ったんだよ。総理大臣がいないと困るの日本は。困りますよ。何が困る。総理大臣がやっぱりある程度。天皇がいるじゃないですか。そうよ、天皇陛下がいるじゃないか。ちょっと憲法で天皇は政治に関与できないのになってんじゃん。どうして毎日こうやって反抗してんの。国会で決まった政策やなんかに反抗してませんよ。ねえねえ、全然違いますよ。反抗してませんよ。話は違うんだけどね、行事についてのいろんな反抗をしてる。またその例 その北朝鮮とかその韓国の問題だけど ね、うん、日本にその併合されたとかさ、うん、やはりその何侵略されたとかって言って一切反抗したんだけどね、その時はな。俺今日本が全部あの韓国か北朝鮮どっちでもいいからね、うんうん、あのみんなあの平等にしていいと、うん、で名前もみんな変えると、うん、立川でもね立キムでもね、うん、横リーでも何でもいいからと全部なっちゃうと、うん、じゃあつまり日本は身売りして韓国か北に行けってのか。そうそう、韓国の子分になっちゃうの、うん、で選挙おっぱじまるでしょ、うん、ちょっと民主主義だから、うん、選挙始まれば日本の方がだって1億何千万いて、向こうはほんの5000万もいねえんじゃないの、こっちが勝っちゃうじゃない、うん、まさか自民党から半ならとへ入るやつはいねえと思うんだよ、うんうんうん、なんか先週もなんか似たようなこと言ってたな、言ってた、同じこと何度も言わないと分かんないといけないから。僕初めて聞いたからすごく新鮮。分かったよ、その世代、中国とは一緒になるよ、うん、そうね、うんうん、中国人数多いから、うん、もう一人、うん、じゃあ韓国はいいの、北朝鮮もいいの、金正恩いいの、韓国でも世論党でもね、あのヤップでもどこでもいいの、結局ね、あの結論出します、ね、出しなさい、あのうちの4人のうちの1人がなるんだとしたら安倍さんです、これかけてもいいです。こんにちは、道平陽子です。ニュースのない日はないんですかね、今週も。ああ、ありますか、そうですか。ということでニュースのツボです、どうぞ。ないよ、ないよ、ニュースがざっきり言って。いや、あるよニュース、何しようなんてある、ニュースあるんですよ。なんか作れば隣の猫がね、ワニ産んだでもなんでもね、ワニが産まないまでもね、なんでもなる風喧嘩してって家出しちゃったでも。それは、テレビで話題にするようなものはない。いや、ほのぼのやるのもう嫌な事件ばっかりですよ。だけどそういうのはやらない。嫌なのがあるということは、世の中がいいからでしょ。いや、もちろんそうかもしれないが。だから、1年間のニュースのトップに東京都にも、親孝行の世代が一人いましたなんて言って、これ、明るいニュースだけども。なんないよ。それがなったとしたら暗いなって話をしてる。それはだから世の中に親不孝ばっかりで一人だけ親孝行がいたという稀有の例の時になる、そういうことだけどね、そうだからいいの、説明して喋るもんじゃない、やってくれよお前。村上ファンドがなんだろう、いよいよ阪神のね過半数に達するぐらいの株をね 46.65 だと、そうそうそう、もう50を超えればもう完璧に村上ファンドの会社どのぐらい、会社の株がいくらっていうのは株式市場で上下しますから、うん、ね、だいたいわかるじゃない、いくらで買ったっていうの、いくらで買ったっていうのは4,500円から始めたんじゃないの、1000いくらとか言ってたね、だ時もある、うん、だから村上ファンドって何なの。いや、村上ファンドは世界中から金集めて、ね、うん、なんで金集まんの。いや、だって信用されてんだ、こいつに金預ければ増えると。ああ、そういうことか、ね、銀行か。銀行ではないよ、かといって、そうだな、貸金業者でもない、要するにファンドといって投資を業とする法人なんだけどね。誰でも素朴な疑問なんだけど、できますよ、できますけども、素朴な疑問なんですけど、ファンドにお金集まりますね、うん、そうですね、それは資本金じゃないでしょ。資本金じゃありません、会社経営じゃないんでしょ、単に会社税金関係ないの。いやいや、儲けが出たらそこにまた税金を発生しますよ。金集めてそれを運用してみんな出した人に配当をくれる。運用ってどんな運用するの。だから株価ってその株価を釣り上げるためのいろいろな工作をしてくるという、いやね、たまには汚い手も使うかもしれないが、いずれにしてもそれ、世界中から金を集めて主に株を買う、債券買う場合もあるけど、村上ファンドは主に株を買う。失敗するとパーね、うん、失敗したら大変なことになる。失敗した例はないの。今まではない。いいんですか、あの失敗して返さなくても。失敗したらみんなで竹槍なんか持ってきて刺されるとか。そこはそれは韓国のこの間のね、あれたちデモと、あのね、要するに楽な商売だな、失敗したって言ってるんだろうね。ちょっと待って、失敗したらお金引き上げちゃうよ。だって赤字で配当来なかったら、だって失敗したら引き上げるようもないもんね。失敗するとそこまで失敗はしませんよ。だからプロなんだな、うん、値下がり、額面から値下がりするのは日本の投資信託ってことは、村上って人は日本でこの人しかできないの、こういうことやってるの。まあここまでえげつなく、今までないような形でやってんだ、ないね。つまり会社を乗っ取っちゃおうというぐらいの勢いがある。世界から金集めて、うん、
阪神電鉄だろ、タイガースじゃないだろ。いや阪神電気鉄道って言ってましたよ。だから阪神電鉄というのは百貨店もあるし土地もたくさん持ってるが、うん、電鉄業が主要だ、うん、商売だね、うん、そこまではいいんだけど、それは阪神タイガースを宣伝のために持ってることも事実よ。でも村上が目つけたのは阪神という会社そのものがね、阪急も、阪急は今ちょっとこっち置いといて、はい、で阪神をね何とかして株価上げるために、ね、土地活用しろそれなんのって、ね、もう阪神そのものがゆるゆるの経営なんだ、いい加減なんだ、あぐらかいた、そこをつけ込まれた、うん、阪神は阪神百貨店ね、うん、阪神のねホテルもある、うん、いろいろあるけど、もっとね絶対に儲けて株主に、貢献しなきゃいけない、阪神の株持ってる人にとってはありがたいことですね。ありがたいことでしょうね、村上ファンだったら。ありがたいことだね、うん、阪神の経営が良くなった。何が問題なの、何が問題なんていうのは、要するにもう 50% 近い株持って、ね、乗り込んでいくぞということをいよいよ言ったわけだ、うん、今まで阪急に高い金で売ろうとしてた、うん、ところが、来ちゃったと、村上ファンとか阪急に売ろうとしてた、だから阪神にそれやれって言ったらば、阪神が阪急とはもう天敵だと、あんなものと組めるかってね、蹴ったのに、後で阪神が阪急と組みますよって話ね決めたから、村上ファンのあっかだよ、怒って冗談言っちゃいけないと、俺んとこ取締役全部行くから、次の株主総会は全部俺んとこ仕切るぞと、こういう今は段階だ。それをとあなたとどういう関係があるの。全然関係ない関係ないけど、こんな面白い話はないんだ。人が僕らに持ってるんじゃないですか面白いってこういうことしか面白みがないんだな。当たり前だよ、芸術も分からなければ何にも分かんないんだ。いや昔は分かったんだ、年取ってもう興味なくなったんだ。それはある程度分かるな、うん、だからこういう騒動のが一番面白いんだ。めっちゃ面白い。でも村上ファンドが勝つのね。無論じゃ勝つ今村上ファンドもちょっとお手上げ状態で困ってんのよ。村上ファンドも困って、阪神も困って、阪急も困ってんの、うん、そう、どこも困ってんのは、要するに村上ファンドはお金にしたいから持ってる株売りたいんだけど、買ってくれる人はいないから、阪急に高い金で売りたい、その前には阪神を脅しにかけてみたいな今状況だから。分かんない、いいんだよ分かんなくて。でこれ決着つかなかったらどうなるの。決着つきますよ必ず。だって村上ファンドはそんな阪神の株たくさん持ってたって経営者になりたいわけじゃないんだから、うん、じゃあほっとけばいいじゃん。ほっとくわけがね。どうして。だって誰かが買ってくんなかったら、さっき言った人からお金集める。村上ファンドを困らせる方に行かなくちゃ。ああそれは金持ちは敵なんだ。今まで阪神がほっといたから、うん、恐るるに足らずほっといた。そのうちに 50% 株を買い占められたら、阪神は全部村上阪神になりますから。野球じゃないよ。だって困らないじゃん。だって困らないじゃん。困りますよ。阪神に今いる役員、社長をはじめ役員は困るでしょ。なんでこれ。追放しないで給料もらってるやつは困ったって、どうってことないじゃん。そうだよ。当たり前じゃん。そんな反対にしょうがないね。反対に暮らそうったって。八つ当たりする。ちょっと待って。八つ当たりすることないじゃん。八つ当たりってお金当たるってことない。ここ殴ったって面白くねえもん。いや、この番組はね、もうむちゃくちゃなんだよ。僕はボクシングの話で。ボクシングだって言って、ほら。急に変えるからな。ボクシングどうしたんだ。あ、そうか。戦うことには興味ないかって言ったらば。マホメト・アリとか、そういうの？あるいはもう時代遅れだよ。あ、そうか。かつての英雄だよ。うん、今は英雄は亀田兄弟だよ。強いの？強い。相手が弱いから。いや何級なの。いやこれはフライ級。世界のチャンピオンなの。まだまだまだ世界タイトルマッチまであと1戦か2戦だな。この亀田兄弟ってのはどうだか知らない、強いかどうか分かんないけど、うん、強いんですよ。なんか TBS だけが頑張ってて他の局知らん顔してるよ。いや知らん顔はしてないけど、 TBS はやっぱビジネス上亀田兄弟で一儲けしたいし視聴率稼ぎたいから、うん、そんなことする暇あったら村上ファンドから株取り返した方がいいと思うんだけど。いや TBS の株はまだね 5% いってないんじゃないかな。あ、そのうん、まあまあまあ、うん、みんな見に行くのはだから大きなお世話だけど、ね、うん、割合コルシャンは超うまいんだって。まあいいよ、どこでいっぱいにしよう、うん、だけど言っとくがね、うん、昔はフライバンタムフェザーライト、うん、ウェルターミドルと6つくらいなんですよね。6階級くらいだったな、それで、うん、それがせいであって2つだから10、うん、日本チャンピオンがいて世界がいた。そうじゃなくて世界の WWA とかさ2つに分かれた、 かれた、うん、最初だから6人ぐらいしかいなかったチャンピオン、ね、今それがね、うん、いろいろあるからね。よく知ってるね。そのだ、うん、間があるからチャンピオンっていうだけでもって2000人ぐらい、うん、あんなのいねえけど、うん、いやだからね階級はねフライ級がねもうねライトフライだのね、いや何が言いたいのかっていうのね、ストロー級だのね、いろんなのモスキートだとかね、モスキート級とかね、うどん粉だとか納豆とかいろんなそこまでは言ってないけどね。だからね、つまりそういうつまりね世界じゃ大したことない、まあ、日本とフィリピンと韓国とね、うん、あとどこだろうな、タイランドぐらい、メキシコぐらいかね、うん、でそれはねもうこうやってるけど本当に世界のあれから言ったら非常にレベルの低いものですし興味の対象にないもんですよ。そこが
そこがちょっと亀田兄弟で変わってきた。フライ級はね戦うけどね、大体ねノックアウトがなかったんだあんまり ね。ところが亀田兄弟は1ラウンドでボーンだよ。これを待ってんだよ、ね、あのサッカーっていうのがなんか今盛んに人気が強かったりしてるんですよね、はい、でなんか日本がなんか勝つみたいなことがあってに、俺の想像では日本なんて全く勝てねえんだろ。勝てないだろ。ドイツなんかに勝てないだろ。あ、それは無理でしょ。本当にあの新聞でもなんでもね、うん、実力は煽りすぎだよ、ね、煽りすぎ。でもそれはさ日本独特で今までもそうじゃない。課題評価だよ。だったらもっと政治家守ってやれ、立派な人だとかなんとかって言えばいいのにさ、うんとこだったらもしかすると立派になることになる。そうだけどね、一般にね、まあそういうもんだっていうことをね、だから新聞でね、私は一番信用できるのはね、うん、赤旗とね、うん、政教新聞なんですよ。例えば共産党出してるし、例えば総合学会が出してるからね、大体あこういう連中の言ってることだなってのわかるよね。信用できるよ。その筋では。そのあこういう見方を、いやその筋じゃなくてこういう見方をするんだなっていうのはわかるよね。むしろだからあの一般紙よりもあの政教新聞があれ取ったからね、物がわかりやすい。物の見方がさ絶対に一面的だからわかりやすいんだ。そうそう。新聞はね、いろんな角度から書くから各種みんな違うしね。つまり何が言いたいのかっていうとね、そういうことに言われてみると男子の言う通りね、そのサッカーも弱いと、ね、その松井も大したことないって、1選手ですよ、大リーグに30チームあってあんなにいる中の 1選手ですよ。少なくもタイカップでもなければ上手マジムでもないわけですよね。でそれらにこうやってないと事故が収まらないというこの日本の末期症状というかな、うん、でもそうだよ、平和ボケの日本だからやっぱそういう意味のね刺激、それから外国に対するローマ時代の末期だ。そうあそう、うん、劇場型政治なんて言ってるけど、まさしくあのね小泉さんなんてね、ローマの最後の皇帝だよ。ああそう言われてみればそうだな。でも攻めてこられてね、金正日かなんか攻めてきた時にね、あの小泉さんなんか握手なんか行くような感じで、西郷とか入ってきた時にね、ローマの市民はみんな握手したいや、それは分かったよ、ね、ローマと今の日本一緒にしてさ、いやほぼ同じだね。歴史を大事にしなきゃ。そうですよ、歴史認識が足らないよ。今歴史体になって発見されるよ。いや君たちの方がちょっとレベルが今の段階では上だな、こら。じゃあ今日は思い出の歌謡曲何しようかという、これでいきます。そう、宮橋みちやのね、今の相性でしたね。それからその前にね、おけいちゃんが死んじゃったの。俺可愛がってたのね、可愛がったって松山恵子、可愛い女性でね、いかんだとかいう話だね、最後まで歌ってたらしいですけどね。あれは張り切ってたね。ヒット曲なんか別に3つがそこらしかないんだけどね、もうちゃんとファンがついててね、おけいちゃんほどな、この年になってこんなの似合う人はあらへんな、可愛いのみたいな、フリフリで。まあ、いいよ、それで今日宮下さん、夏目の時代で、はい、あそういえばね、これ哀愁列車です、これジャケット、西部さんがね、あの先生が哀愁列車、酔っ払うと哀愁列車歌ってるよ。あそうなの、知らない。吉村教授は哀愁列車とか知ってるのはいいけどさ、宮下道也のカラオケかなんかで歌ったりするの。宮下道也さんのはね、古城、古城も有名。これは得意よ、僕。いや得意なの、まあ、すごいね、古城はね。でも哀愁列車のね、この歌詞もね、なかなかいいよ。惚れてなんだっけ、惚れていながら行く俺、これはね、あの、旅をせかせるビルの音ね、こらえきれずに見返れば、すがる切ない目のような星が飛ぶとこだろ。そう、あ、じゃあ未練心につまずいて残る、落とす涙のよりもね、2コーラスがいいんですよ。2番目、2番目がね、なんでろ、3コーラスがいいか、燃えて燃えて、あこれがよ、3コーラス、泣いて泣いて泣いているのを知らぬげに窓は2人を遠くする、いい ね、これへ切れずに見返れば、すがる切ない目のような星が飛ぶ哀愁列車、横井先生ですよね、横井先生、詩としていいですね、いいですね、それでこれあの B 面なんだ、意外に。
え、これ安心でしたか、はい、これはまあ LP ですから、ね、いろいろ入ってますよね。 A 面はね、あの中川ひろ子のね、ひろ子じゃない、ひろ子さんの妹さんのしなこさん、姿子、あれのね、ふるさとはいいなって曲が A 面だ。あ、そうなん、うん、だ、向こう売ろうとしたんだろうけどね、まあ、両方売れたんだよ、まあ、宮さんのこれも大ヒットになるわけですよ。じゃあちょっとね、安心列車、宮地道也の声はさ、レコードですけどね、まあ、聞いてみようじゃないね、安心列車兄弟分だからね、これ、うん、あ、そうだ、そうだ、旅をせかせるベルの音。若いですね。若い。いやだけどね、この声はすごいけどね、このジャケットのね、表紙もね、なかなかいいんですよ。うん、これで、ね、ほら、ベストアルバム。若い頃だよね。若い頃。で、これはまた似顔絵で。どんな曲ありますか？とにかくね、うん、今までの歌手の中で一番ヒット曲のあるのは宮下さんだと思います。パーンとしただけでね、私頭の中に40曲ぐらい出てきます。これね、ちょっと俺、私はよくね、うちの近所にね、桶屋があるんでね、木が余ると切っちゃくからね、こういうとこ落語書いたりね、いろんな印象書いたりして結構売れるの。これ何なの？これ、これ三橋さんを書いてみたの。え、三橋道はよか、未練峠、月の峠、縁があったらまた会おう、限界船乗り、赤い夕日のふるさと、 あの子が泣いてる鳩が船村さんですね、僕は郵便屋さん、うん、雨の九段坂、帰る日が楽しみさ、愛し嬉しゃ今のやつ、うん、一本刀土俵入り相撲名乗りをご機嫌さんよ達者がね、都夜更けの三代酒場ね、あいい湯だねって三代風呂、達者でなね、わらにまみれてようですね、うん、おさげと花と地蔵さんと、大沢向こうさんも山から小僧が、ね、うん、岩手の和尚さんね、お花ちゃん、これ斎藤京子と二人、うん、で歌ったら珍しいがね、涙もろいわ お互いさ、うん、お風呂もあんの、あんのなんのってキリがないから、あれだけどちょっと映してみてくれる、うん、涙と侍で、うん、涙のやつめ、箱井吹雪、妖艇くだまく、あいややや、あばばってやつね、何の、うん、くれてやろう、これが浪人を、武田節、これも君は海鳥渡りで、これはね、海の鳥でも月夜、なんまいや、これあれが、まあいや、ギターかもめ、おさらば、これはあれが好きだ、西部さんがおさらばよ、これ聞いててわかる、お前ら聞いた曲もあります。ある、はい、ある、はい、なんかあるか、一つぐらい達者でな、達者ぐらいしてる、あなたはわかるわ、あの西部先生の愛嬉しゃ、いつも聞かされてるんだ先生海の鳥なあの承知で惚れたにおがギターかもめ、おさらば東京あばよ、ね、東京が泣いている泣いている、これボレロみたいな曲ですね、から北海道市嬉しゃセンチメンタル東京ですね、これがデビュー曲の、ね、うん、嬉しがらせてとか、ね、そうそう、いやしかしすごいね、すごいね、リンゴ村から古城、うん、星屑の町江差し小石屋、新選組リンゴ花咲くふるさと、これ林沢さんの曲ですかね、じゃあこの三橋道也のね、うん、ヒット曲をね一つメドレーでさ、うん、アコーディオンでバッとこう聴いてみたい、高山さんにね、うん、thank you.
加減に覚えて弾いてんだからね。いろんな曲全部、まあ、ちゃんとしたバンドマンだから入ってやればちゃんとやるけどね、客相手にやってこうやってる分にはね。さっきジョン・ガラ入れたら何なの、曲は。曲は別の、ただジョン・ガラちょっと入れただけ。ちょっと入れただけです。で、曲とは入って関係ないかね。あれリンゴ村ですからね、それでちょっと間に。ああ、そういうわけで青森ジョン・ガラね。はい、そういうわけでござんした。いやー、いろいろとあったんだけど、こんだけあるなんてない。そうそうなんだ。それなのにですね、東さんの本にも書いたんだけどね、うん、一番悪いところはね、自分が大スターだというね、自覚がなさすぎたよ。あ、そう。だから逆に言えば非常にいい人よ。あまりにも大スターというあれがないの。あまりにも順調に育っちゃったせいかな。だから宝石やって失敗したりなんかして。そう、熱海でなんか温泉ホテル、みんな温泉ホテル、いや経営したんじゃないの、あれ。違う、騙されたの。春日さんに言ったのよ、少しは注意してやったら言っても聞かれないっつうのって言ってましたよね。だからなんか社長になっちゃったみたいな雰囲気で、経営者、実業家みたいな。実業家みたいな。ああ、それあったんですか。もう最後はもう声も出なくなってね、もう無残でしたけどもね、もういい自分知ってますからね、その、まあ、それは当人だから、スターを気取ってないから俺らみたいなとこともな、兄弟兄弟なんて話して。ある意味では庶民的というか偉いんだけども、スターはやっぱりスター前としなきゃいけないんだよな。まあまあそうなんだろうけど、彼のその人生を見てるとね、なんかあまりにも人が良すぎちゃったんじゃないのかなって気がする。なるほどな。しかし一世を風靡してそうだ。宮橋道也の凄さはさ、もう次から次へとね、ヒットしたけども、あの声の高いとこ。そう、とにかく ね最初出てきた時にね、一応悪いけどね、チンサワー飼ってるあの動物みたいな感じでね、チビがちょこちょこって言って、エテゴみたいな顔したのが出てきてね。それ愛情にもそうですよ、なんだこんなのが出てきて、まあ小柄だったからね。うわーっと声出したら観客が一斉にうわーっとうなったっていうエピソードを宮橋さんは持ってますね。やっぱり。でもまあいずれにしても宮橋みちはね、戦後のね大歌手ですよ。水はひばりにするぐらい。だからこれらを言うことによってどんな効果があるかわからないけれども、少なくも勝手だけども、宮橋さんというのがいたねっていうのを話の中にすることに、男子も言ってたよと、そういうことを付け加えることによってね、いくらか思い出の中に残してやってほしいと。なこと分かってるよって言うだろうけどね。ちょっと痩せちゃったってぼやいてたけど、ホリエモンがね、小杉高知から帰ってきたらね、なんか10キロ以上痩せたって話だよ。15キロって書いてあった。15キロ、20キロとも書いてあった。あ、そうですか。言うから30キロって書いてあった。8キロって最初さ、帰ってきた時に言ったんだけど、
その日の夜測ったら15キロだった、うん、あそうでも痩せたい人よく調べたら20キロだったで保健所行ったら30キロだったと、人のことはどうでも保健所なんかどうでもいいと何が言いたいかって、ホリエモンって言い出したらてめえじゃねえかでもね何が言いたいかって言うとね、痩せたい男性が増えたんだよ、うん、最近あやっぱりそう痩せたい、いやとにかくねいるあの男子の紳士用品がねすごいね細くなってズボンなんかも全て痩せたい人増えた、そうなんだ、あのね講義に行って真ん中へっこんでるんですよやっぱそう、あのね、うん布返せって感じだね布返せって言う人はないけど、あれきっとね切ったの集めてまた一つ作ってんじゃないかと思って、ただね細身になってねおしゃれになったと、おしゃれって今入ってるやつなんか、うん、まあ俺あるとあのかっこいい方なんだけどね、そう、まあ、細いしだけど、このところあたりになんていうのズボンのここがあるようなの、うん、言ってる分かる、うん、この辺に分かる、そう、はい、股上が低いっていうのかな、はい、ああそういうのもあるかもしれない、それね、それあのねメーカーがねそれ狙ってるだけじゃなくてそういうのが売れてるらしいんだ、だって所詮、ね、広くするか狭くするか短くするか長くするしか手がねえんだから、手がないけども今はそれを細くしたい、でも痩せたいっていうそういう男性が増えたということの表れでもあるんで、なんで痩せたいの、いやだから健康のためでしょ、だから健康のために痩せたいという男性が増えたと、女性だけがダイエットを、いや食わなきゃいいじゃねえ、戦争中に太ってるやついなかった、双葉山だって太ってなかったよ、そうそうそう、ね、今から見ればね、だからあれみたいにその何やろ堀山みたいに別荘へちょいと行くじゃない、だから本当に痩せたい人は別荘に行くと、うん、高知省、はい、小菅でいいよ、でもいい吉村教授みたいに、それほど太ってるように見えない人が痩せたいっつってるんだもん、あのね、これ以上太るとね、うん、糖尿になりますよと、うん、糖尿になったらどうですかって、痩せますよって、糖尿だよ、だったら痩せてったらいいじゃないね、いいよ、ああそんな問題ないじゃない、じゃあ糖尿になって苦しむ方が嫌だから痩せても、糖尿って苦しむ、苦しくも痛くもなんともない、糖尿はいいですよ、いやいや、いいです、気がついたら足がなくなってるぐらい財産なくすより足なくしてるら楽でいいじゃない、この足あるからね立ってるんだよ、だって俺座って商売ができる感じだから、落語家だもん、ね、俺立ってやるね、座ってるよな、ちょっと待って、なんだなんだこの野郎、ね、この野郎じゃないんだよ、この人ねもう痩せちゃって痩せガリガリだよ、これ羨ましいよ、ガリガリだよ、足して2で割りたいぐらいだけど、まあいいやな、だ痩せたい気味ないだろ、全然痩せちゃったんだよ、ここまで、いや太りたい、これで痩せないなくなるってことだ、太りたい人もいるし痩せたい人もいると、じゃあね教授にね痩せる苦心談を聞いてみたいよ、これはですね、うん、まず、うん、太るのは食うのをやめるか、うん、痩せるためには食うのをやめるか、うん、やめる、うん、運動をうんとしろって言うんですよ、うんうんうん、で運動をどのぐらい使ったら1日2万歩歩けって言うんですよ、うん、それできない、2万歩なんて歩けないですよ、歩けない、高田馬場とね、うん、早稲田の間をね、うんうん、1往復したってね、うん、せいぜい2300歩ぐらいあるんですよ、じゃあ大変だよ、その10倍じゃ、10回やってたらね、じゃあ1日歩いてないよ、そうだよ、じゃあダメだ、そのダメ、食い物、食い物、食い物、うん、ぐっとこらえるでしょ、例えば朝やりますね、うん、だからもう牛乳いっぱい、うん、すると昼ね、うん、2人前食っちゃうんですよ私もね一時 ねブランデーだけで暮らしたことあるんですよ、あらいや、あのほら、うん、有名人と1週間みたいなんじゃない、昔あったじゃないですかね、週刊誌やなんかあったり、朝昼は、うん、何も食わないですからね、それでブランデーですよ、その方が息があってね、うん、ブランデー飲んで睡眠薬かじっててギューッと寝て、うん、昼過ぎ夕方起きて、で健康に悪いや、いやでもエネルギーはちゃんとあるって言いました、エネルギーっていうのはなんていうの、あの、うん、カロリーはあるって言いました、あでも健康にあるって糖尿病でってのは痩せたらやっぱり嫌でしょ、太りたいでしょ、痩せたことに悩んでるでしょ、悩んでるわけじゃないけど、もうどっちみち死ぬんだからどうでもしやがれってのあるけどね、それはやけだ、ただやけですやけじゃない、僕やけになんない、いややけになんない、普段でもね、うん、大変なんですよ、うん、こう食事コントロールで、うん、だいたい何が何カロリーって全部どう思って ん、うん、んのともかく絶えずこう体重を測って書きなさいと、そのことを書くことによってね、うん、あの反省するんだって、うん、で反省はしないと書いてんですよストレスになるだけよ、ストレス、うん、でもこの頃楽しみ、もうこうつねってると同じくらい、ところがですね朝起きて全然やってない、朝起きてね雨方減ってないの、ずーっと測って夜寝て、寝る時にやるとねほとんど体重変わってない、その間200グラムとか400グラムとか上がったり下がったりするんだよ、食べてあの出して水おしっこ出すと200グラムとかね、やってでもね意味ないね、それだったらもうほんとくたびれちゃう、ちょっと待って、今までの人生の中にね、作事坊や痩せてるねって言われたことあるんですか、あるんですよ、あるんだ、僕は大学入った時ね48キロだった、それは軽いわ、うん、おそれは普通に嫌だな、 、うん、それがねエジプト行ってね、うん、そういう食い放題だったよね、エジプトがあるんだ、そう、それでねエジプトより食いに行ってだから、ね、帰ってきたらねびっくりした、20キロ増えてた、
あ、それは増えすぎだ。68キロだ、うん、今でもまあ今80キロ超えてるんだよ。ちょっと待ってよ、80を切れって言われてる。そらダメだ、あれね、ダメだよってなんかすごいこと言ってんじゃないですか。食べ物に気をつけなさい。寒天だ、食べ物に気をつけろってね、うん、今までね、うん、痩せる食べ物ってこんにゃくとか寒天とか紅茶キノコとかね、全部やりました。チョコレート全部やる。チョコレート一時痩せるためにはね、パン食がいいなんつってね、うん、パね、うん、バナナもいいって言ったんだよ。あ、そう。それからゆで卵もいいって言われた。あ、ゆで卵もいいんだって、うん、痩せるって書いてある。全く。いや、女性が好んで痩せるために食べるものの一覧表をね、うん、調べてもらったら。寒天も食った。寒天、これ寒天ダイエットですごかった、うん、去年あたり。そうなんですよ、なかったんだな寒天。そうそうそう、今も山ほど余ってますけどね、うん、こんにゃくなんかよ、糖尿病になると力士がさ、うん、こんにゃく食べてね、うん、なんとか場所しのいだとか、うん、そういうのある。それから塩もみってのも痩せるって、これも女性ダイエット。塩もみ、僕それで近いの塩を買ってきてね、うん、風呂入るときやっぱやったやったんですよ。俺やっぱやってる。ミツキやったけどね、全然減らないよ。その他にもいろんなダイエットがあったけどね、全部ね、一時的に痩せるように見えてすぐ元へ戻る。リバウンド。俺ね、変にね、この痩せてね、こんなことやってるように、むしろ自然でね、あんまりブクブクも困るけどね、ふくよかな女性の方がかえっていいよ。いや、その方がいいと思いますけどね。僕もそう思います、うん、だからそれはいいんだ。女が痩せる話してんじゃないんだ、男が痩せる、ね、痩せるって本当に当人が痩せたいのか、うんうん、医者がね、そうそう、太らしちゃ痩せさせてるんですよ、マスコミが。医者がね、もう脅すんですよ。だって昔は太ってるっていうのは。そのまま行くとね、安心して死ねませんよって。安心して死ぬやついるのかって感じだよね。そんなバカなこと言うんだよ。それはちょっと変わってる医者だよ、それは。え、言うんですよ。結論出たね、これ、うん。痩せる方法はないってことだよ。ない。行く方法は食べないこと。食べないことだろ、うん、それじゃ生きていけない。となると小菅の刑務所だ。刑務所じゃない、あそこ拘置所だ。太ってる人を痩せさせる方がね、うん、痩せてるやつを太らせるよりは楽だね。うん、痩せてるのを太らせるって大変難しいことですよ。もちろん健康な人は別よ、例えばその力士役をやるとか、またそのレスラー役をやるために今一生懸命こうやって太るケースがあるじゃないですか、役者なんかね、うん、それはある程度できるんですけどね、うん、普通の人間はダメですよ、うん、それなんか随分痩せてきて、最後にはその医者という文明とね、対決してみようかなと思ってますよね、うん、ここで決意表明しなくてもいいから知ったかぶりです。今回は終戦直後に発売されたあの雑誌を紹介します。あの雑誌って言っても多いんだよね終戦直後 のカストリ雑誌って言ったでしょ。そうです、カストリ、ここに並んでるのカストリ雑誌です、うん、これね、昭和21年、うん、22年頃出たのはほとんどカストリ雑誌。子供の頃にね、うんうん、つまり今で言うなんていうのポルノ雑誌、うんうんだと思って今見たら結構違うのね。いや、それがね、中身に何船橋誠二だとか、うんうん、富田恒男だとか、ね、横溝誠二、うん、書いてるんですね、うん、それはね、なぜ当時ね、エログロナンセスっていうね、うん、代名詞みたいにしてこういうね、なんか怪しげな雑誌がね出てたんですよ。それで若い人読みたくて、僕ら高校生でね読みたかったんだよ。だからなんかすごいこと書いたんじゃないかと。このカストリってのはこう飲み物のカストリって言いますか。カストリってのはさ、もう悪い酒で密通しなかったんだ。それで工業用のねメチルアルコールをね、うん、酒で混ぜてね、うん、これも売ってたんですよ。目が悪くなった、うん、そうそうそう、潰れちゃったり、ね、そうそうそう、うん、ほんで結局そういう悪い焼酎、強い焼酎3合を飲むと潰れちゃうと、うん、でこういういい加減な雑誌も3合で潰れるってんで、うん、カストリ雑誌っていう。あ、これ3合だ、本当にそこから来てんの。そうそう、5合だ、本当に。いやいや、3合以上続いたのもありますよ。こんなもんじゃない、たくさんあるんだよ。何十種類出たんだ。これはちゃんとした出版社が出してるんですか。いやいや、まるで今ない出版社。ああ、まともな出版社はね、雑誌出せなかった。これすごいよ。いや、どうして温泉と女って。おお、そんな特集。今でも通るんじゃないこれ。あ、裸ですね。すごいですよ。めくでもその頃の青年は、うん、めくってみてください。警察大丈夫。いや、大丈夫ですよ。大丈夫ですか、うん、ほら、すごいよ。なぜか子供がいるの。さすがにあれですね、うん、部屋は出てませんね。ない。でもお尻が見える、うん、見えるけどね。あ、こんなのあったんだ、知らなかったな。驚きますねこれ、うん、まあこういうのもありますよ。だってもう昭和20年代でしょ。21年、昭和21年。あ、21年だけカストリ雑誌があったの。違う違う、21年、22年から24、5年までのこういうね、いわゆる汚い紙でごちゃごちゃした雑誌。紙もあんまり紙なかったんですよ、ね、紙も全然なかったんだ。なかった。だけどね、この紙お言葉を返すんですけどね、エジプトは今のこういう紙使ってますよ。あ、そう、雑誌。だって新聞紙でケツ浮いてたじゃないですか、うん、当時はね。当時はそうですよ。あれだから豆腐だって新聞紙に置いたよ。いやいや、だからケツに活字がくっついてなんかしたんじゃん。いや、お尻が黒くなったの。それは笑い話じゃなくてあったの。本当。見ますよ、活字なんてなんか。ケツの穴の名前なんだよ、バカ野郎。どうでもいい、痩せねえね。いや、うん、ところがね、先生ね、うん、はいはい、
昔のそのあれはなんだカストリザ氏若者はですね、うんうん、そこに性欲を感じて、うん、早い話が女ってたわけでしょ、うん、まあまあ対象に、うん、それでやっぱり、ね、私どもでもねあのね、うん、なんだそれこそねエロチズムっていうのはね、うん、辞書からね、うん、月編 の、うん、あの字を取ったりね、うん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 、そんなとこからこういうふうに当時は思ったみたいな時代、うん、イメージをね若いやつがねすごい膨らました、うん、だから雑誌のタイトルの猟奇なんてねいかにもね猟奇とか妖奇とかね夫婦生活とかねいろんなのあったんだよだけど読めなかったそういうのを書いたのもありましたよ、うん、割とちょっとそのエロチックなところあ、ね、あそれは発見になったとかそういうのもなくはない、 いやせいぜい違うそのあの覚えてるんだダンスでターンをする時にね、うんうん、女性がことさらにあの、うん、前を押し付けてくるなんて、うん、これが最高のそれ農園というか、うん、エロチシズムというかポルノグラフィー的発想の文句なんだね、うん、当時はその辺が限界だったの小説もね船橋誠一やなんかの小説もそうなんですスレスレでねすごい色っぽかった与田仙太郎の絵とかね、うん、で昭和20年のね先生ね、1年2年3年だな、うん、っていうのはねあの当時はねあの一流出版社は出せなかったいろいろネタがなかったりしてあの立川文庫っていうのか立川文庫っていうのか講談ねそれは、うん、あれはちゃんと戦前戦前立川、うん、あの講談社のやつでしょ、うんうん、だから戦前紙にあれも悪かった紙は悪いけども戦後はですね書く人もいないしね、うん、戦前あれ、うん、戦前ですあれでねこれ戦後ですよ戦後なんですがね、うん、値段をねちょっと調べるとね、うん、結構面白いんですよ週刊誌がね、うん週刊朝日なんかがね3円50銭かな週刊朝日は昭和21年これ95円って書いてある95円これ暑いからこれは少し暑いからな最近だ3円これが10円これが40円あそう、うん、とねあこれ昭和21年22年頃はねカストリ雑誌は10円から20円ですね、うん、で週刊誌の場合がねあ週刊朝日は1円50銭ですねどのぐらい出たんですかねいや部数は大したことないよ万なんて売れませんよ当時内容的にはその今コミットな夜の秘密、うん、桃色実話とかね相、うんうん、引き夫婦とかね、うん、そんなのマルキサドなんてこれあの、うん、あれでしょ旗と雪でしょそうよく知ってるねマルキサドフランスかぶれというか、うん、そういう ね文章を主に書いてたんですよ性的刑罰史とかいくらかやっぱりそのセックスに関係のあることで、うん、あの、うん、まあ当てようとしたんでしょうねう、うん、赤と黒なんてのもあったね雑誌の名前で雑誌の名前でスタンダールの赤と黒なんだけどもそれをもじったんだと思いますけどね赤と黒あ四季葉隆三郎先生が書いてるね毛髪と愛情なんてこう毛髪って毛毛あ、うん、だから毛髪は頭の毛のことだしかしこれあの題名はちょっと刺激的だよ、うん、そういう話してやろうか一つ、うん、何していやあのねその頃新婚旅行行ってね新婚旅行行って、まあ、たまたまあ婚浴ですか、うん、それで旦那の方が一人で入ってたらしいんだな、うん、と岩風呂の向こうで話をしてんだって、うん、さっき入ってたあの新婚ね、まあ、その亭主と一緒に風呂に来てないけどもそのことね新婚 あれカツラなのよそうカツラなのよ亭主バカだから分かんないのよっつってんだってさ、うんね、それからどうも気になってしょうがないからさ、うん、気になるよそれで帰って、まあまあふんまあ、二人のベッドですよね、うん、あの新婚旅行だからね、うんお前カツラだって言うじゃないかって言ったらそこじゃないのよいやまあまあ、まあ、その程度のギャグがあったかどうかわからないけどねちょっと待ってなんだよなんだよいやそういうのカツラって言うのそれをそういうねだからそういうカツラがあるかどうか知らないけどもいやあったんだよあったんだよじゃあ知ってるじゃないそれじゃ別に聞くことはねえじゃねえか戦後そういうカツラがあって売ってた、うん、なぜって言うとヌードの女の子ヌードダンサーの女の子やなんかがね、うん、やっぱり使ったんですよそれ本物の部屋はいけないでそうそれ偽部屋ならいけないそういうことそれでねバタフライっていうのをねこうやるんですよふんどしみたいなバタフライっていうのそうそうそこからはみ出たり本物はいけなくてカツラはいけないそら本物はいけませんよ頭おかしいじゃん変だね本物はいけないけど取り締まりの時は戦後なんかいろいろやったんだ、うん、あ取り締められた途端にパッと取って中身見せちゃうそれは知らないよいや、ね、もう山本慎也のやつあれあの頃エロ映画ばっかり撮ってやって今生意気に、なんか真面目そうにずらして NHK なんて出てるの大バカやろそれでね、この間持ってきたらね、うん、その女性機の中にねカメラを入れてねあの胃カメラ見て、うん、そっからこっちへ映し出すってのやったんだしさ面白くもなんともねえよ、ね、俺が手振ってるの映ってたら面白くもなんともねえのあの頃あいつ面白かったけど、ね、どうしようもないねだからこういう雑誌がね神経が知るな、うん、つまりあの
発表の余地、つまり収入源がなかったんだろうね。あれほどの文豪が、うん、その通りです。あの文芸雑誌はまだ出てなくてね、中央公論なんかあったことあったんですよ、うん、だけどね、やっぱりちょっと薄いしね、一般の作家はね、みんなここで大衆賞で書いてもらいたいんだ。そのこの中にね、うん、今誰か持ってる人いるかな、小三が当時小三治、歌唱、志らくが執着から3人がね、杉田健二さんって、のうちの真山圭介って人の座談会になってたりね、だから余談だけども歌唱はそこで誰かと対談して、結構歌唱にとっては偉いという、まあ、先生と、それで帰りにこういうカストリ雑誌で対談してたの、夫婦生活かなんか。あ、そうか、それで引かれちゃうのね、車に。あ、銀座のど真ん中で引かれたんですよ、三遊亭歌唱、まあまあそういう、だから何を言いたいかっていうと、そういう部分のも中にあるから、意外に、あの我々の資料として大事な部分も入ってるんですよね。結論は簡単なんだよ、エログロナンセンスですごいと思ってた子供の頃には、ところが今見ると普通どころじゃない、ごくごくは常識的なレベルの大衆小説が中心なんだよ、エロなんかないんです。いや、ここに書いたのことによると、例えば船橋誠二、船橋誠二全集の中にここからピックアップして出てるのあるでしょ、出てるのあるでしょ、当然あるでしょ、坂口安吾なんかもカストリ雑誌からスタートしてる。そうなんです。ですからね、だから紫式部もここに書いてたよな、あ、清少納言の剣豪王子の書いたね、あの、つれづれなるままにしょんべんをすればなんて、あら、いい文章でしたよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。つまり終わり、糸編に冬ね、浮かん無理に弦ね、フィニッシュ、フィニット